テレビが絶対に報道しない真実。国がついに認めた薬害認定。どうも、こんにちは。ダニー・ネレス。はい、ということで、今日はですね、結構ですね、国がですね、急速にこのコロナのワクチンの薬害認定っていうのを続々とですね、認定し始めたっていうところで、今日はこのテーマですね、送っていきたいと思います。コロナワクチン死亡認定が戦後最大規模へっていうところで、えー、送りたいと思います。はい、日本がですね、とんでもないことになりました。 はい、これですね、何の陰謀でもなく、厚生労働省が公式に発表している正式な数字なんですけれども、戦後で最もワクチン死亡認定が多数となりました。 はいこのそもそもですね、えー、ワクチンの死亡認定というのはどういうのかというと、厚生労働省が出している健康被害救済制度というところですね、これはですね障害年金で年506万円、死亡一時金で4420万円というのが国から、えーまあ、支給されますよというところの健康被害救済制度というところになります。でこれ、ですねちゃんと今までのデータが載ってるんですよ。 まあ天然痘とかですね、DT、DP、DPT、風疹とかなんかいろんなポリオとかなんとかいろんなものがあるんですけども、これですね、厚生労働省が予防接種現行以外救済制度、今までで4400万円支払った人は何人ですみたいなのをこちらのサイトでまとめているんですけども、これがですね、昭和52年からの2月からですね、1977年からまあ約44年間ですね。 これが、累計が151人っていうところなんですよ。はい。昭和52年2月から開始された新制度分の累計であると、はい。サイトにも記載されてるんですけども、これが、なんとですね、戦後の、この40年ちょっとぐらいの累計で151人ですよ。この数字を覚えておいてください。累計で151人と。 インフルエンザだけ、インフルエンザもですね、ここ数十年打たれてるんですけども、インフルエンザも全累計で死亡認定がされたのが20人です、たったの20人です。はい、で、えー、つまりですね、1977年以降の44年間で、全ワクチンで151人の死亡認定がされました。じゃあ、コロナはどうなったんでしょうか。はい、コロナはですね、これ、たったの3年、しかもたったの今段階で219人です。はい。 すすごくないですか44年間で全ワクチンで151人の死亡認定がされたのをたったの3年でコロナワクチン219人を超えてしまいましたと。はい これはですね厚生労働省の失病障害認定審査会というところが出している資料なんですけども、8月31日にですね新たに追加がですね約50件以上あったんですよね。はい、それで一気にですねガンって数字が上がったのと、9月15日、同じですね厚生労働省のこの、えー、障害認定審査会が、えー、新たに死亡認定というのを出しまして、ですねコロナのワクチンの死亡9件が追加されました。 はいなので、これ、アベマとかでもですねちらっとだけ取り上げられたんですら NHK も他のところも全部取り上げてないんですけども、8月31日時点で、なんとコロナのワクチン死亡認定が210件になりましたと。はいで、9月15日の新たな9人追加で219人というところです。これですね、今、ジャニーズとかやってる問題じゃないと思うんですよね、こんなにやばい、こんなにやばい数字が出てるのに、国はですよ、 あのもうメディアはですよジャニーズがなんちゃらとか死んだおじいちゃんのです、ね、ジョージをです、ね、永遠とです、ね、放送しているというやばくないですかここに国はというところですもっと報道するところたくさんあるよねという感じですよね、はい、ワクチンに関しては、えー、2兆3000億円以上、えー、投入し8.8億回が購入そのうち4.5億本はですね 廃棄余りといいうことにもなっています、はい、それでかつ、えー、後遺症とか副反応とか死亡認定もこれだけされて、えーまあ、4400万円かける2 1 9だと約90億円近い死亡認定金というのが支給されることになりますすごくないですか90億円ですよ 死亡認定ではいそれだけではなくて、ですね、えー、この健康被害審査会に寄せられているのは、8865件のですね、えー、認定、推定のですね受理件数があります。そのうち約です、ね、4000件ぐらいが今、進められているところで、あと3000件、4000件の何かに、この死亡認定とか、一時金、健康被害救済制度、えー、後遺症などもですね認められてくるので、今後、これ、どこまで被害拡大するの っていう感じのですね、データがいよいよ出てきました。はいということで今日はですね、このナワクチに死亡人間が戦後最大規模へっていうところで送っていきました。今日もありがとうございます。